Lady Jack Landing Milon. Please carry Tower Roger. Please carry Land. お疲れ様です。お疲れ様でした。小山リーダー。やってるな。うわあ、ピカピカですね。レスキュー装備。当たり前だろ。待ってな。毎日手入れしてんだ。見ろ。傷一つでだろ。はい。一度も使ってないんですから。これからなんだよマイクル。チームシーガルはな、これからどんどん活躍するんだよ。ねえリーダー。マイクル、俺たちチームシーガルはレスキュー部隊だ。出動するような事態は起こらない方がいい。そう、人々が苦しむこと起こらない、それが一番。まあね、それはそうなんですけどね。マスオ、ライトの電池切れてるぞ。嘘。空間に巨大な熱源をキャッチ、猛スピードで地球に接近しています。全艦にデフォン3発。チームシーガル、スタンバイ。全艦デフォン3体制。落下予想地域は東京方面ポイント 1A2E7。 怪獣災害の被災者を援助するんだって説明してもまともに話聞いてくれるとこなんてほとんどないし、やっぱ僕らみたいな民間の活動じゃ大したことできないっすよ。まあそう腐るなって。たとえたった一人の被災者でも俺たちで何か力になれんならないよりマシじゃないか。そうですね、一人でも。なんでそれ。ダウンだ。飛来物体が熱でメルトダウンを始めています。現場の地下構造図出すこ。飛来物体の真下に天然ガスのパイプラインが。こっちがパイプラインに達したら船一体はガス爆発に巻き込まれるぞ。ジョージ、ガスの排出に要する時間は最低80分。とても間に合いません。スミチーフ。はい。液体窒素弾だ。飛来物体を一時的に冷却してメルトダウンを食い止める。液体窒素弾を仕込むと急激
な冷却の反動で周辺に破壊的な熱風が起こる。発射と同時に速やかに退避しろ。了解。ミッションエリア内の民間人避難完了しました。知らせないで開かせ。コマンダー、ミッションエリア内から携帯電話の電波が出ています。何？民間人が取り残されていたのか。ミッション一時中止。了解。ジョージ、正確な電波の発信地点は？飛来物体の熱振動干渉で特定できません。でも間違いなく周辺のどこかに人がいるんです。スミチーフ。はい。チームシーガルだ。了解。チームシーガル出動させます。サマリーメジャーでスタッフ。了解。マイクル、ビル外壁に沿ってコースを取れ。了解。なんだこれは。いいか、奴がパイプラインに達してしまうぞ。チームシーガル、松尾、まだ発見できません。スミ、もう時間がない。チーフ、液体窒素弾をターゲット着弾直前に爆発させてください。そうすれば熱風による付近の被害を最小限に抑えられるはずです。ファイター各機了解。ミッションを遂行します。もしもし、もし、助かりませんよ。携帯も繋がらないし、ここに人がいるなんて誰も知らないんですから。バカ！おい、誰か気づいてくれよ。おい、おい、おい。ただし窓から離れ、壁際に対して。液体窒素弾発射。了解。直ちに生存者の救出に向かいます。マイクル、発送の少ない東側壁面に回ります。生存者の携帯電話に直通回線を開いた。回線をそちらに回します。同僚が一人崩れた。天井の向こう、私は突っ込んできた赤い柱のようなもの下に、あたりはすごい暑い。
赤い柱？奴の角だ。奴が動いたらビルは一挙に倒壊しちまうぞ。辛抱ですよ。急いでくれ。赤い柱との距離はどれぐらいですか？どうしたんです？おい、しっかりしろ。意識を失っちゃダメだ。家族はいるか？妻と六つになる息子。呼びかけ続けろ。その子の名前は？オサム。E7 エリアのガスの排除完了しました。しかし奴は何だってあんな異様な形を。変わったのは形だけじゃない。あいつは飛来時の80倍の重さになっています。80倍？奴は温度を上昇させることで高密度化し急激に重くなっていたんだ。変形したのは冷却弾で高密度分子間のバランスが崩れたからなんです。ちょっと待て。急激に重くなったってことはさっきの赤い渦は？ええ、膨大な質量によって周囲に強力な重力場が発生しかけていた。じゃあ冷却弾の効果が切れて奴が活動を再開したら関東全域を引きずり込んで沈み始めます。何？リード！分かった。万一の時は自分の判断でビルから離れろ。何を言うんですか？それは命令だ。ここから出たら修君をどこへ連れて行ってあげたいですか？どこがいいですか？信州の高原、傷つき見せてやりたいんだ。きっと見せてあげられますよ。到着したミサイルを至急ライトニング3機に装填しろ。そのジオベースから到着したミサイルというのは一体？このエリアルベースを空に浮かばしているのと同じ原理のミサイルです。リパルサーリフトか。あいつの体内にマイナスの質量を発生させて重力場を破壊します。ただ体内にマイナスの質量を発生する際、おそらくあいつは死に物狂いで抵抗する。それじゃビルが倒壊してしまう。ミサイルはチームシーガルが生存者を救出した後でなければ発射できません。何もしてやれないのか？小山君は必ず生存者を救出して帰ってくる。彼は18の時からレスキューをやってきたベテランだ。大丈夫か？
返事してくれよ。キツツキ見せてやるんじゃなかったのかよ。辛ければフローターに戻ってマイクルと交代しろ。レスキューって仕事はな、救助を待ち望んだ人間の力尽きて生き絶えた遺体を運ばなければならない時もある。ようやく助け出した人の命が自分の腕の中で消えていくのを見なければならないこともある。こっちに生存者がいるぞ。それでも自分の手で一つでも命が救えるならそう思わなければやっていけない。この時間だ。シーガルフローターの離陸を確認したら一斉にリパルサーミサイルを撃ち込め。了解。
ですね。なるほど、間一髪のところで救出されたってわけですね。あの、私も同僚もおかげ来週には退院できそうなんです。退院する？それは良かったですね。助けてください。聞こえないですよ。若い救助隊員の方で、名前は俺ですよ。ここにいますよ。石井がマッツォさん。あ、イタリアの方ですね。チームシーガルマッツォ？違うよ違うよ、チームシーガルの松尾ですよ。平川さん、チームシーガルの松尾ですよ。全長 800m の巨大物体が地球に接近。シグの全スカイチームが大空に。次回ウルトラマンガイア、ロックファイト。君もロックンロール。